2008年小広志里氏は台湾の実業家、台湾独立運動家、中華民国相当不思議父親は古賢、栄江。イボ兄は古進歩。息子にリチャード君。1947年2.28事件が発生すると日本に逃れ台湾独立建国連盟を結成し台湾独立運動団体である。 台湾青年会の委員長を務めたが、1972年に事実上の中華民国指導者であった小慶国の求めに応じ、帰国対談したことにより、台湾独立建国連盟日本本部により、除名処分を下されている。また、文化事業へも積極的に関与し、台湾春秋、日本文的、黒白新聞週刊等の雑誌を経営。 日本での台湾独立系雑誌である台湾青年にも出資した。政治活動としては中華民国国家の規律及び過小拒否。2000年4月に台湾独立建国連盟の名義でワシントンポストに自費での意見広告を掲載し台湾での政権交代が実現した後の台湾独立を主張。翌年11月にはニューヨークタイムズに一つの中国政策への批判などを 掲載した。2006年10月15日、沈水編など民主進歩党関係者による米寿宿園の席上で誕生日プレゼントにまさな憲法制定、台湾政権の継続を要望し、また第二共和憲法の概念を発表するなど台湾独立派として活動している。ありがとうございます。